はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もですね、2号2の続きからとなっております。今日はメインミッションの続きです。焦点の間ということでやっていきたいと思います。前回豊臣秀吉ではないな、まだ藤吉郎か、を倒したんですけれども、倒した直後にちょっと復活しやがったような雰囲気がバリバリ出てましてね、今日はどうなっていくのかということでやっていきたいと思います。じゃあ早速いきたいと思います。急ぎ徳川の本陣戻るのじゃ、気をつけるのじゃぞ。戻ります。そして戦場に転機が訪れたということでね、先ほどの戦場をまた駆け抜けていく感じだったのかな、どうだったのかな。記憶にねーですね覚えてないな。見てください、妖怪どもが暴走し始めるんですよ確か。コロク、コロク大丈夫か。わあ、無妙。主人公はいつも攻略で使いもしない刀をいつも使ってんだよな。マカメって妖怪が暴走してる状態なんでしょうね。理性を失っているというか、やたらめったら攻めてくるんよ。おっと、無妙の動向が始まりましたと。ありがとうございます。これは、向こう秀吉ですね、藤吉郎倒したところでいきなりボロボロになってるっていう。無妙と話もできん。アイテムかなんかせかすような高音楽が流れてるんだけど、もう早く行けとね、ケツ叩かれてるよ。もう頑張ります。一応頑張りますか。こんなもんでしょう。音楽落ち着いたな急に。やっぱ拝んだからか、大事だよね。これは一体何が起こったの。辺りが改まで満ちておる。このように突として均衡が崩れることがあろうとはで、ここにおるな。よいしょ、よいしょ。ムミオ頑張れ、ムミオ頑張れ、応援してるぞ。よいしょ。すまんな、とどめは私がやっちまったぜ。で、あそこにいる、動かない。よいしょ。背後からなかなかのいい蹴りだけど、それじゃ届かんぞ。あぶ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 、届かない。よいしょ、おしまい。このやつを壊していきたいところなんですけど、上から大砲できるかな。確か届かなかった気がするんだけど、いける？当たっても回復しちゃうんだっけ、あれって。そうだよね。 OK直接殴りに行かんとあかんな。よし、行くか、殴りに。あ、何壊した？なんかちょ急に切れてるじゃん。あんな大きな霊石さっきまでなかったのに。じゃあお前だ。さあこっち来い。上でさ、容器が大砲持ってんすよ。厄介な奴がいるから、数をまずは減らさんと。よいしょ。ムミオ、大丈夫。ムミオ死にそうなっとるやないかい。よし、
さすがうちの文明できる子だよ。あいつが大砲持ってんだよね。できればこの霊石を刺すとぶっ壊したいんだけど、あー向こうからもいけんし、ん？これどうやって壊すんだ？ここは壊せない。あー届かないね、さすがに届かないね。となるとまあとりあえずこの辺のね壊せるところを壊してきた。あいるよいるよ、そう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 、あそこにさいるじゃんかまいたちいるんですよ。でもさ、まあ、今回は2対1じゃん、負ける気はせんよ。油断してすぐやられっかんな。よしよしよいしょ、頑張ろうぜ無名。無名だけでいいよ。あ追ってくるんだっけこれ、めんどくせえ。うわー、ちょちょちょ、自動服ぶちかましとこう。入った、入ってない、入ってない、入ってない。無名、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 どこ行った。よいしょよいしょよいしょ、無名無名、あ生きてる生きてる、よしよし。ふう、僕無名遠投戦えなってしまった体が。よし帰ってきたぞもう私はあいつ容赦しねえよ。とりあえず遅くなりな。よしやろうぜやろうぜ、よいしょ。暴走してっからよ。よいしょ、ああ届かない。うえー、なんか疲れてる。ちょっと待ってよしよいしょ。よいしょよいしょ、もっとあなた役に立つよ、そりゃ役に立つよ。君がさ無名がいないとダメなんだよ僕はよ。よいしょよいしょよいしょ、頼むぜ無名頼みなんじゃ今日は。よいしょ、危ねえ。うわそう、こんなはずはないだろ。よし、もう容赦しない。オッケー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 。よいしょ、あーん届かない。パワーアップしてね。
ムミョムミョムミョ何やってムミョムミョムミョ早く起きて。ありがとう助かった。もう全部ムミョに任せてっからよ。目付きよしよし。あーかまいたち強え。アッキーでついてきてねえよ。ん待て待て待て、なんかやっぱそうダメージ食らうんだっけ。そんな仕組みだっけか。そうかそうか。よいしょよいしょ。いやこれ壊すのだるいですね。そうすると硬いし。よいしょよいしょ。これ壊すとなんかいいことあるんでしたっけ。おいブルブルしてるブルブル。この地響きはこの霊石とつながってるの。この霊石と、おお何かあげようか。 なんか欲しいのあんのか。そういえばあ、違うか。挨拶します。ポカポカクラクラポカポカ酒ってことか。酒ってなんだ。なんかあったよね。酒お酒お酒お酒あったはずなんだよな。お酒ってなんだっけか。ご神水違うよな。あ、これだ。ポカポカクラクラといえばお酒でしょう。おーい、あらららっす。気分いいからいっぱいもらっちゃった。おっ、おいて、おめ。おっ、あそこに。ちょ、邪魔しないでいただけます？え、反対側か。あるあるある。あ、ビワポクポクがおる。よしよしよし。そしたらこれをちょっとずつ壊すか。よいしょよしよし。いい感じだよいい感じだよ。よしよし。ボーンできてボーンで殴ってもう一回殴れる。はいはい、完璧ですね。なんというなんという完璧なプラン。よし、この地響きと大きな霊石。うわ、あそこにいるのなんだっけな。すげえ強いやつなんだよな。なんとかなんとか武者なんだっけか。そこでさ、背中向けてこっちに背中向けてさ、めちゃくちゃこう余裕見せてるけど、まあ、その通り強いんよ。かまいたちもやりづらかったけど、あいつもやりづれえな。え、ああ、うわ、早く出てきて、早く出てきて。帰り道教えたいだけなんです。気をつけてな。あ、あそこにもおるな。いいね。で、あそこにいるカッパがね、ただのカッパじゃなくて赤カッパっつちょっとね強いやつなんですよ。あれこれいけねえじゃん。いや、とりあえずこの青い竜を倒そう。耐久量がちょっと低いからな。よしよし、ナイスナイス。よし。で、このショートカット作れそうじゃない？おの、痛い痛い痛い。頼むぞ。
よいしょ。よし、終わり。戦略ゲット。よし。ああ、カラステングもおるのか。とにかくあの、霊石を壊してった方が良かったと思うんじゃよね。壊さなくていいっていう話はなかったと思う。全部壊した方が、後々なんか、いいことがあったようなないような。どうでしたっけ？どうして、ムーミョさんどうでしたっけ？覚えてらっしゃいますか？あの、1年くらい前に多分ここ攻略してると思うんですけど、どうでしたっけ？ 1 年くらい前、記憶ないですかね、ムーミョさん。ムーミョさんもないですか、記憶に。ではしょうがないですね。で地響きで、ああカラステングやるか。上から殴りたいけどちょっと無理か。よいしょ、石持ってこちら来い。あ、ムミオさん、ちょっとさ、一人で突出するのやめてくんない？勝てんのそれ？勝てる？いや、勝てんならいいよ。さ、勝てんならさ、そうやってちょっと突出してもいいけどさ、今微妙じゃん雰囲気が。ここ、よいしょ、よいしょ、ほい、よいしょ。んー、どこしょ、終わりだね。よし、勝った。ありがとう、助かった。最初からそう言って、よいしょ。痛い痛い痛い。うわ、来た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 。あいつは戦いたくない。あいつは戦いたくない。今じゃない。戦うけど今じゃない。ムミオ、ムミオ来てな。で、ここの赤がっぱを。誰が言ってんだ。赤カッパが強いんだよ。こいつ、このカッパが強いんよ。よしよし。よしよし。安全に倒せた。どこ狙ってんの？どこ狙ってんの、君は。よしよしよし。もう割といいんじゃない？あそこででっかいのがいるから、このでっかいのも。やっちゃおう。よいしょ。はい、はい、よいしょ、OK。 あれ、何かなかったっけ。銃弾ありがたいけど、この家屋の上は行けなかったっけか。さて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 、おお、じゃあいい、迷子だぞ。さてさて、迷子だぞ。そこはショートカットだから、入ってなと。あやかしども、一体どこからなぜかようなことに。これは多分秀吉があの赤面だったからってことだよね。で、危ねえ、そこにあれがいるから。じゃあ、なだな、まず上に行こう。上に行ってここから行けんのか。オッケー、はい、道を知る。気をつけてな。アイテムを取る。あたりが急に光ったと思ったら、今度は地鳴りが。よし、とりあえずこういうやつらを倒して行こう、ムミオがいるうちに。よいしょ。ムミオがいるだけだいぶ違うからな、本当に。登ってきな、こっちまで。追いかけんのかよ。違うんだよ、違うんだよ。まあいいんだけどさ、いいんだけど違うんだよ。
がねやってほしいにはそういうこっちゃないんじゃな。開く？開くわ。どっちなかったか。やべ、割と迷子だぞ。よいしょ。OK、牽制系か。おー、あっち側、はい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 。了解した。葉っぱがいたところでしょ？あ、そうか、開かねえよな。ああ、反対側でね。ショートカットだ。あれ、マジで、あれ、どこ行けばいいんだ、これ。画面暗いし、よく見えねえし。上に戻りたい、とりあえず。びっくりした。とりあえず上に戻りたいんじゃな。あ、ここだ。やっと来た。マジ迷子だよ。で、こちらへ行って。いや、そこで陣取ってるやつを先制でまず大ダメージを与える。うわー、まあまあ入ったけどな。あ、違う。よし、よいしょ。うわー、怖えー。よいしょ。いや、終わり。これで終わり。よし。こんなはずは。大丈夫だな。ありがとう。よーし。さすが強い子。じゃあこの辺の決闘塚でちょっと防ぎましょう。もう無名さんを矢面に立たせて、僕は後ろからちょっとチクチクやらせていただくと。よいしょ。おいおい、何やってんじゃ、うちの無名に。ほらほら、お前いかんぞ、そんな痛い技やっちゃったら。いかぬ言うて倒れてますかな。鬼武蔵とか、なんか大吉郎殿、あれほどの霊石を一体何に。よし、よろしく。よいしょ、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 よいしょ。無名なんでさ、無名なんでその下がったんよ今。絶対私に任せようとしただろ。それやってんの私だけだから、むしろ。でここは開く。でも勝ってもキリがない。開く。うわぁ、一人ずつだ。よし、来た来た。あ、鎖釜のやつか。いや、届か。よし、やっぱ強えな、この鎖釜のやつ。よいしょ、オッケーオッケー。海を狙われて見えてただろう、お前いたの。よいしょ、よいしょ。あいつらもう容赦しない。何回同じこと言ってるんじゃい。これどこに繋がってんの。あー、 OKOKOK。 ここに来るわけだな。はいはいはい。ここでお祈りしちゃうとな。あー、そこのショートカットを開通させておきたいね。ショートカット開通させてから、せめてあの
お祈りしたい。よし、上行くぞ。ムミオ、ムミオ上行くよ。穴に注意して、穴に注意して。しょうもない落ち方したら許さんかんな。あれ、どこ戻ってき、あ、いるいるいる。まったく、こんなとこにいたんか。気をつけて帰れよ。よし。多分どっ、ここに行けるか。あー、これだ。オッケーオッケーオッケー。これでそこに繋がるわけだな。オッケー。ここは誰もいなかったから、あ、なんならむしろ。よし。銃弾ゲット。ここ開ける前に、そこでお祈りしよっか。下がります。いやー迷ったけど だいぶだ。道覚えたぜ、多分。ムミオちょいちょいそういう必要だか必要じゃないんだかや分からんのやるな。能力開花で。シーン。ああ、U ちょっと上げとくか。3も上がるで、ここに来て。うん、ちょっと上げとこう。回復速度も上がるしな。よし。いちいち壊すね。何が気に入らない、何が気に入らないんだろう。で、ここよ。この先、中ボスかなんかいなかったっけ。あ、ほらほらほら、イベント入っても。誰だっけ、あいつだ。皆さん大好き、カッパのコロク先生が確か待ってるはずですね。2対1だっけ、でも。やっほー。ムミョムミョムミョ。結構強かった気がすんだよな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。勝って。どういうこと？そんな硬かったっけ？よいしょ。背中が効かねえのか。よいしょ。そうだ、攻撃範囲が広いんだよなこいつ。よいしょよいしょよいしょ、いって。ああ、お互いに歯吐いてる。ああ、なるほどね。おお、危ねえ。かねえか。ああ、妖怪だ。さすがカッパ大好き、かまいたち。よし、まだまだ全然大丈夫よ、大丈夫よ。よいしょよいしょ。よいしょ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 。よいてー。あー、捕まった。やべ、これ死んだかも。あ、生きてる生きてる。あぶやぶ。よしよし。おい、ていてて。よいしょ。よいしょ。お、危ねえ。ふう、こっち来いや。あ、来ねえや。よいしょ。278。ああ。
よいしょ、全然入んねえ。よいしょ、ふぅ、自動フェリーどっか。だいぶ違うよな、自動フェリーとくだけでよ、だけでよ。よいしょ、ああ継続ダメージ入んのこれ。いって、いやマジしまっただな今の勝てただろう、普通に落ち着いてやれば。よし、おっとっと、第2ラウンドと行こうじゃねえか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あータイミング合わないむしろ敵を遅くしたのがこれ裏目に出たな。よいしょ、早い方がいいや。ババ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 バ余裕を持ってやっちゃいけない。いや、やっていいのか。余裕を持て、余裕を持ちながら慌てずに頑張れ、慌てず頑張れよ。あ、これ食らっちゃまずいから、ここ殴る、ここ殴る。よし、よしよし、よいしょ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 。これ入るかな。よいしょ、うわ全然高さが合わん、高さが。よいしょ、はい、ちょっと新薬飲んどいて。新薬もういつも新薬言っちゃうんだな。千薬ね、千薬。よいしょ、よいしょ、あーそんな溜める。よいしょ、よいしょ、全然大丈夫じゃん、ほら全然大丈夫じゃん、全然大丈夫じゃん。よいしょ、あいって、あ、いけるいける、あ、よいしょ、どっこいしょ、はい。あばばばばばば、よいしょ、よいしょ、飲んどけ飲んどけ飲んどけ、よし、いけるぞ、これで終わりじゃない、終わんない。じゃあこれだ、マップ突にしてるよ。さすがメズキ、頼む、任せてくれよ。はあ、でもいやーこれもったいなかったな、なんで負けちゃったかな最初。どっちから来たっけ、こっち、あ、こっちから来たんだね、こっちから来たんだ。あ、じゃああっち側か、橋を抜けてセーブポイント、いや白があると思うんだけど、ある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 ね。お主、早くなんとかしてくれんかの、わしとて長く当てられると危ういやもしれん。おお、猫又ちゃんでもダメ、なるほど。ああ、なるほどね。ちょっと先覗いたらやめよっかな、今日のところは保管できます。いや、今日はこの辺でやめとくか。うん。区切りもいいし、今日はこの辺でやめたいと思います。次回またこの続きからですね。ここからボスまでっていうこと、もうっていうか、無名、どうした、大丈夫、終わったよね。終わった終わった。なんとか上がってこれたけど、ちょっと足をやっちゃったみたい。ああ、なんか、
なんかセクシーだな。私はずっとあやかしは全て彼って教えられてきた。あいつやあなたになってそれがいいことなのか分からなくなってきたなんて。今はあまりしんみりしてる場合じゃないわね。早くここを抜け出さないと。私は少し休んでいくから、あなたは先に行ってて、すぐに追いつくから。あとこれ持ってって、この間のお礼。この間のお礼。おー、神工事、ありがたい。私は少しよし頑張ってくれよ。よし、というわけでこの辺で終わりにしたいと思います。次回はまたこの続きからやっていきたいと思いますので、よろしければ引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回まで、さよなら、バイバーイ。